どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はいただいたコメントをいくつか読んでいきながら、サクサクと答えていきたいと思います。なんかこれもシリーズ化、これも週1ぐらいでなんかシリーズ化できたらいいのかなっていうふうに思っておりますので、早速始めていきたいと思います。まず1つ目、彼女とのデートの時または女友達と遊ぶ時、相手の格好を見て今日可愛いなと心で思ってもなかなか言えません。というのは、そんなことを軽いノリで言うと女の子にチャラいと言われたりして、若干俺の勇気返してと思ってしまいます。チャラ男じゃない限りこれを言うのは結構勇気がいるので、冗談と分かっていますが、女の子も素直に喜んでほしいですということなんですけども。残念、勇気出して言ったのにね。でも軽いノリで言っちゃったからちゃんと伝わらなかったのかな。まあ、女の子もね、そんなことね、いきなり言われたらね、まあ恥ずかしさを隠してチャラいって言っちゃったんじゃないのかね。でもすごいいいことだと思う。これすごいね、大人になったら重要だと思う。ちゃんと伝えてあげること、彼女に「可愛い、今日可愛いね、愛してるよ」。何、もう伝えること大事だと思う。伝えられない男の人多すぎだと思う。今日も言ってたんで、バレンタインデーあるでしょ。女の子が男の人に告白するのが先じゃん。バレンタインデーの後にホワイトデーがあるじゃん。もう逆でもいいよねって言ってたんですよ。もう男の人の方が今こうあんまりね、草食系っていう流れが来てるようにあるじゃん、そういう感じのさ、文化がさ。バレンタインデーは男の子が女の子に告白するっていう日にしてもいいと思う。男の子たち、もうちょっと積極的に行きましょう。行ってほしいです。相談です。宝塚の男優さんに出会ってから恋をしていません。どうしたら男性への見方が変わるのでしょうか。真剣に恋をしたいです。あとね、もう一つね、どうすれば彼氏さんという物体ができるのですか。まだまだ子供の私にはうまく理解ができず、嵐にお熱の状態です。今年で高2になるのですが、そろそろに人生の勉強の一つとして男女交際を体験してみたいものです。どっちもかっこいいね。宝塚の男優さんもかっこいいし、嵐もかっこいい。どっちもかっこいいよ、ほんと。もうそんなこう整っている男性像にこう見合う人を探すのはね、ほんとね、苦労しますよね。大変だと思いますよ。よく言う話だけどもね、同世代の男女で比べるとやっぱ精神年齢って全然違うと思うから、この子たちと同じ年齢の男の子はもうやっぱ子供に見えちゃうと思う。普段周りにいる人たち、接する人たちを見ちゃうと、もう子供だからそんな恋愛対象にもならないとは思う。だからね、ちょっとね、上の人、年齢的に上の人、大人の人をちょっと見たりするのもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったり、あとはその男は日本だけじゃないからね、日本人だけじゃないから。宝塚の男優さんなんかさ、もう本当にこの愛の表現をさ、もうしてくれる人でしょ。で、それがもう普通の文化として成立しているハグをしたりとか、もう「愛してるよ」っていう「I love you」っていう言葉を別にさらっと言える人、そういう人たちは世界にもいるわけだからね。日本人と限らず、もっと世界を見てみれば絶対絶対いると思います。ちゃんと会う人が。だから心配しなくていいと思うよ。私は社内恋愛、彼氏と私は科が違うので顔を合わせることはないのですが、先輩になかなか言えずに困っています。知り合いにも後からバレるとひがまれる恐れがあるから、知られる前に言った方がいいよと言われるんですが、恥ずかしいのと、先輩も私の彼と前仕事で関わっていたともあって言いづらくてということらしいんですけれども、ひがまれる恐れがあるってことは、先輩は女性ということなんでしょうかね。やっぱね、先輩が男性だったらね、なんか言うのもね、もっと気楽に言えるのかもしれないけど、やっぱ女の人の先輩って怖いよね。いつの時代も、いつの時代もっていうか、もう中学高校ずっと大人になっても同性の先輩って怖いよね。わかります。私、その社内恋愛、したことがないし、会社にこうしっかりお勤めしたことがないので、わからないのと、こう人に隠すような恋愛をしたことがないので、ちょっとわかんないんだけども、この友達の言う通りね、後からバレてっていうのが一番ダメなパターンというか、なんか信頼というかな、
なんかもっと早く言ってくれればいいのにって絶対なるから、言えるんだったら早く言った方がいいんじゃないですかね。と今すぐにどういうふうに言ったらいいんじゃないかなっていうのは浮かばないけども、言った方がいいと思います。頑張ってください。そして最後に、朝日さん、ムダ毛の処理はどうしていますかということなんですけれども、私は全身脱毛してます。うん、で今も通ってます。脇とか、あと VIO ライン、下の毛ですね、はい、は通ってますよ。でもね、そのツルツルなわけじゃない、全然まだ生えてるところもあるけども、その許容範囲内ですっていう感じです。毛はね、いらないよね、ない方がいいなって思う、本当に。ということで今日は、皆さんからの質問に答えてみました。まあ全然大したことは言えてないんですけれども、ちょっとこうね、みんなとの距離を縮めるにもいいことかなっていうふうに思ったので、サクッとまとめてみました。なんで今後もきっとサクッと答えることがあると思いますので、ぜひ何かあればご質問とくださいませ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 。それじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあね、バイバイ。